見肌エスパ大好きです。もう愛用させていただいてます。ありがとうございます。というので私お気に入りがあって、このローションなんですけど、いや私そもそもあんまり肌荒れをそんなに気にしてなかったっていうことがあるんですけど、ちょっとどうしてもちょっとアトピーを持っていたので、結構汗で首元もかぶれてしまうことがすごく多かったんですけど、このローションを、まあ、顔のスキンケアするそのままついでに首までちょっと塗るようにしてたんですけど、もうね毎日夜かきむしって寝れなかったところが、今はもう綺麗さっぱりなんですよね。ちょっとあとは残ってるんですけど、いやーすごいなと思って もう化粧水でこんなことがなるんだなというところが正直な感想で、でも今はもう結構顔だけじゃなくて、あの私スプレーに入れて全身にお風呂上がりにするようにはしてるんですけど、いやー出会えてよかった、ありがとうございます。いやもう本当にね救世主です、ありがとうございます。じゃあ私と同じようにね頑張ってもらおうかな。